皆さんこんにちは。それでは2017年、賃貸不動産経営管理士の、賃貸不動産経営管理士ってどんな資格の、ガイダンス講義を始めてまいります。担当はレクセン認講師の太田です。よろしくお願いいたします。はい。今回のタイトルですが、賃貸不動産経営管理士ってどんな資格でしょうか。初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、今注目されてきている資格なんですね。これは名前の通り、賃貸不動産を経営している方のための、いわゆる相談等を行っていく、管理士という資格なんですね。で、お手元にあります、こちらの、ガイダンスの、レジュメですね。これを見ていただきながら説明をしていきます。この賃貸不動産経営管理士、現在、そして将来と書いてあるんですけども、一言で言ってしまうと、マンションやアパート等の賃貸住宅の管理や経営に関する専門家という位置づけです。実際に、皆さんの中にも、マンションやアパートを借りて、居住してるっていう方が、多くいらっしゃると思います。いわゆる、当然のことながら、貸し出しをしている、大家さんという方もいらっしゃるわけですね。で、そういった方たちは、1つ2つのいわゆる賃貸住宅のみを持ってるわけじゃなくて、複数持っている、あるいはマンション、いわゆる賃貸マンションですね、これを1つ、持っている。で、そして複数の人に貸し出しをしていくわけです。で、この場合に法律上、いわゆる賃貸借契約という法律に基づいて、貸主さんは借り主さんに対して、いろんな義務を負っているわけですね。一番大きなものとしては、きちっと使わせてあげられるように、修繕等をさせていく、修繕等をしていくんだということです。例えば電気やガス、水道、そういったものに何か支障があって使えないということになった場合には、きちっとそれに対応して使わせてあげられるような状態にしていかなきゃいけないわけです。ただ、貸主さんである大家さんも、そういったものに随時対応していくことが、できるかというと、1つだけとか2つだけ持ってるっていう方だったら、数が少ないですから対応もできると思うんですが、やはり先ほどご紹介したように、賃貸マンション1棟、あるいは2棟、3棟と持ってる方もいらっしゃるんですね。そういった方たちだとすると、借り主さんはもうたくさんいるわけです。それに一つ一つ対応していくなんてことになったら、これはもう大変なことです。ですから、そういったものをやはり専門的な、いわゆる、管理業者ですね、そういうところが、貸主さんが本来行うべき、義務、これをきちっと、履行していくということを代わりにやってあげると。そうすると、貸主さんとしても、安心してこの、マンションやアパート経営ができるわけですね。そういうところから、実際実務上もその大家さんに代わって、大家さんが持っている、マンションとかアパートとか、あとは戸建ての住宅で、賃貸している住宅ですね、これらの、管理を行っていってあげるというわけです。そういうニーズはもちろん昔からあるわけですが、やはり近年、そういった、いわゆるマンションですとか、アパート経営に関心を持つ人たちも、たくさん出てきています。一つ例を挙げるとするとですね、実際に自分が、そういった、マンションとかアパートとかを自分が買うんじゃなくて、複数の人にお金を出してもらって、いわゆる、投資の形にします。世間的にはファンドなんていうふうに呼んでたりしますね。自分が丸々一棟、例えばマンションを買って経営するんじゃなくて、複数のそういった興味ある人たちを集って、そしてお金を少しずつ出してもらうんですね。で、その集まったお金を元にしてマンションとかアパートを買います。で、借り主さんを募集して、そして賃料入っていきますよね。で、その賃料を、投資というか、お金出してくれた人たちに、配当していくという、いわゆる投資対象にもなってきています。で、そういうことからますます、そのマンションですとかアパート、もう戸建ての住宅も含めたマンション、この賃貸住宅の管理っていうのが、重要になってきて、きております。ところがやっぱり、実際にそのマンション
とかアパートとか、まあ、戸建ての住宅の、まあ、管理をしていくといっても、まあ、そういった業者の方たちですね、きちっと、まあ、貸主さんからすると管理してくれてるのかどうか、そしてその管理が適切なのかどうかということは、まあ、当然疑問に思われます。また借り主さんの方からすると、例えば水道が出なくなりました、ガスが使えなくなりましたと言った時に、そういう管理業者に対して相談したりとか、あるいは直してくださいとお願いをするんですが、それにきちっと対応してくれてるのかどうか、そういう問題が当然出てくるわけですね。で、もしその管理をする業者さんたちが、まあ、個々の基準に基づいて、まあ、管理していくっていうことになると、まあ、業界全体からすると、もうそういった管理業者がもうピンキリでいいところもあるし、もう全然ダメなところもあると、まあ、そういうことになってくると、まあ、実際にアパート経営、マンション経営する貸主さんとすれば、まあ、どこの業者が一番きちっとやってくれるのかということが、まあ、なかなかわからないです。まあ、ひいては、そういった住宅の管理をしていく管理業者ってなんかよくわからないよねということになって、まあ、業界全体の、まあ、信頼ですとか地位向上っていうのが止まっちゃうわけですね。ですから、そういうことにならないように、やっぱり業界全体で、そういった何らかの基準を持って、マンションやアパートや、そして戸建ての住宅などの、まあ、管理をしていこうじゃないかということが、従前から、まあ、動きがあったわけですね。で、現実、今は、そういった一定の、まあ、ルールに基づいて、そういう、まあ、賃貸、住宅の管理をする管理業者の人たちが、まあ、一定のルールに基づいて、まあ、管理をしていこうじゃないかということに現在なっています。で、これはこちらに書いてある、賃貸住宅管理業者登録制度というのを設けて、まあ、そういった賃貸住宅の管理をしていく、まあ、業者さんがいたときに、まあ、その登録制度というのを設けて、まあ、その登録したいという業者さんが登録をすることができるようになったんですね。で、その登録をすると、まあ、一般的にこの賃貸住宅の管理業者という人たちは、まあ、どういうところなのかということが、まあ、一般的に閲覧できるようになって、まあ、貸主さんが例えば自分が経営しているマンションやアパートなどの、まあ、管理を頼もうかなと思った時に、どういう業者さんなのかっていうことを、まあ、登録しているものについては、ある程度調べることができるわけですね。まあ、そんなふうにして、一定の基準を持って、賃貸住宅の、まあ、管理をしていく業者さんの、まあ、いわゆる一つの、まあ、目安、まあ、基準というのを設けてきているんだということです。で、これはあくまでも法律ではないです。そういった賃貸住宅の管理業者の人たちに一定のルールとして掲げられているものですから、まあ、法的な義務付けというわけではないんですね。ただ、そういった法的な義務付けではないんですけども、ルールに従って、まあ、管理をしてってもらうことによって、貸主さんもより安心できるし、また業界全体の、まあ、信頼、あるいは地位向上もできるということです。で、その中で、賃貸不動産経営管理士という、まあ、資格を設けて、その経営管理士と呼ばれている人たちが、その賃貸住宅の管理業者の中で、まあ、一定の役割を担っていくということになってきています。で、具体的にはどんな役割を現在担っているのか、それが下の絵のところに書いてありますね。で、これはどういうものかというと、まあ、いわゆる貸主さんがいて、まあ、借り主さんがいて、そして貸主さんから自分の持っているマンションやアパート、まあ、これの管理をしてください。まあ、そういう契約をしていくことによって、対貸主さんに、もし借りている賃貸住宅に何か問題が生じた時には、こちらの管理業者である私の方に相談、あるいは、報告をしてきてくださいという、まあ、連絡をして、そして以後は借り主さんは何か不具合ですとか不都合が生じた時に、まあ、この管理業者に対して、まあ、報告等をしていくわけですね。まあ、こうすることによって、まあ、管理、賃貸住宅の管理を、まあ、円滑にしていき、まあ、なおかつ、まあ、貸主さんと借り主さんが、
その住宅の賃貸の契約をしてますから、まあ、そういった貸主さんと借り主さんとの間で生じるようなトラブルというのも、まあ、未然に防いでいくことができるじゃないかということですね。こんなふうにして、まあ、登録制度を設けることによって、まあ、この賃貸住宅管理業に関して、まあ、一定のルールを設けて、そのルールに基づいて、まあ、皆さん、賃貸住宅の管理業を行っていきましょうということになっているわけですね。で、そのルールが明確化されていると、先ほど言った通り、まあ、貸主さんも借主さんも、まあ、安心して、その賃貸住宅の管理業者に対しお願いしていくことができるじゃないかということです。はい、そして次なんですけども、この具体的に経営管理士ですね、まあ、どういうところでその役割を担っていくのかということです。で、まあ、これいくつかあるんですが、まず代表的なものですね。こちらが次の絵のところに載っていますので、まあ、こちらをご覧になってください。まず最初に貸主さんから、その賃貸住宅の管理業者は自分たちの持っている賃貸住宅の管理をお願いしますねという契約を結ぶことによって、その管理業者は管理を始めていくことになるわけですね。で、その時に実際にどういう管理をしてくれるのか、貸主さんにとってはそこが一番重要ですよね。で、それが何も聞かされてない状態で、うちに任せといてもらえれば大丈夫ですと契約した後に、まあ、実際には全然自分が期待したようなことをやってくれないなんていうことになったら、まあ、当然貸主さんとその管理業者の間でトラブルが生じてきてしまいます。ですので、具体的にどういう管理を行っていくのかということを契約をする前に、貸主さんになる、貸主さんというか契約相手である、まあ、いわゆる依頼者ですね。まあ、法的には、まあ、委任するもの、そういう貸主さんに対して、お宅の持っているマンションとかアパート、そういったものについてこういう管理をしていきますという説明を行った上で、そしてそれに納得して、初めてじゃあお願いしますという契約をしてもらう。その説明を行っていくのが、この賃貸不動産経営管理士の、まあ、役割の一つなんだということですね。で、これ、まあ、重要事項の説明と、またその重要事項を記載した書面の交付、さらにその書面に、その経営管理士が記名押印していくということを役割として担っています。まあ、これを聞くと、宅地建物取引士、あるいはマンション管理に関係する管理業務主任者の、まあ、資格試験の学習をしたり、あるいは資格を、まあ、取得している方は、まあ、どこかで似たような話だと思われますよね。まさにこれ重要事項の説明手続きと変わらないわけです。ということで、まあ、この経営管理士が担っている役割というのは、まあ、宅建士ですとか、あとは管理業務主任者の役割と似たようなところがあるんだということですね。まあ、従いまして、試験の受験をしようとする方は、今ご紹介したような、まあ、量試験に関係するものがやっぱり試験に出てくるんですね。はい。そしてあとは、まあ、さらにこの契約締結前に重要事項の説明をしていき、まあ、そこで、納得して貸主さんから、じゃあ管理をお願いしますという契約を締結した後は、まあ、次ですけども、契約内容を記載した書面、これを交付することになります。で、その交付する書面に経営管理士が記名押印をしていくということになってるんですね。はい、こんなふうにして、まあ、経営管理士が担っていく役割というのが示されています。まあ、さらに、次なんですけども、この賃貸住宅管理業者が、まあ、登録した場合には、その事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士の設置を義務付けているわけです。このようにして、この経営管理士の資格、あるいは資格者というのが、まあ、注目されてきているっていうことなんですね。
こういう背景があるということをまず理解しておいてください。で、実際にこの賃貸住宅に関するニーズっていうのは、年々大きくなってきています。ですので、今後もこのニーズは高まっていくだろうということが予想できますので、ここでご紹介している、経営管理士という資格も、注目がされてきているということですね。はい。こんなふうに、位置づけをまず理解しておいてください。あと、ここに、賃貸不動産経営管理士等と書いてあるんですが、実はこの経営管理士というのは、資格試験の受験をして、合格していく。で、もう一つは、そういった資格試験に合格されてない方でも、一定の実務経験を持っているという方は、先ほどご紹介した、契約締結前に行う重要事項の説明、あるいはその書面に記名押印、あるいは契約締結した後の契約内容を記載した書面に記名押印するということを、一定の実務経験を持っている方もできるんですね。ですから、必ずしもこの資格試験に合格しなければいけないってわけじゃないんですが、なかなかそういった実務についている方はいいんですけども、そうでない、しかし興味あるっていう方はやはりこの試験を、受けて合格していただくのが一番早いということです。はい。そしてあとは具体的な試験内容ですね。はい。こちらがまた示している下の表です。まず受験資格は特にありません。受験料等はそちらに書いてあります。また、願書の配布ですとか受付もこちらに書いてある通りです。そして受験日は11月ですね。で、合格発表、そして出題形式書いてありますが、この中で注目してほしいのが、出題形式のところですね。4試択一のマークシート方式、すなわち宅建試験ですとか、あと管理業務主任者試験、あるいはマンション管理試験などという、類似しているものがあるんですが、そういった資格試験と同様の形式です。そしてあと問題の出題数ですが、現在は40問、1時間30分で回答となっています。はい。そして、次に見ていただくのが、今度は先に合格率等を見ていただきたいですね。4番目のところです。3年分について示しているんですけども、先ほどご紹介したように、40問で受験するわけですね。で、その場合に、いわゆる、合格点、それから合格率ですね。これに関して、見ていただくと、28年度、これは合格点40点中28点。で、合格率が 55.9% となっています。ですから、受験、合格はしやすいと言えますよね。で、申し込み者数を見ていただくと、26年から始まって、急激に上がってきているんですね。ですので、ここを見ていただくと、これまでの受験者の数からすると急激に増えてきているということがわかります。その背景として、一体どうなのか、合格率としては 55% ですから合格はしやすい試験と言えますよね。ただ受験者の数が急激に増えてきているんですけども、その理由として先ほどご紹介した通り、この経営管理士の事務所の設置というのが法律ではないんですが、その業界全体のルールとして設置しましょうということが義務付けられていました。なので、ここに書いてありますように、それだけ経営管理士の資格が必要になってきていると。また、先にご紹介した重要事項の説明等を行う。それを経営管理士に任せているわけですね。そういう点では、やはりこの
賃貸住宅の管理をしていく、管理業者にとっては、必要な資格ということが言えるし、また、そういった資格を持っている人が必要となるということが言えます。この背景があります。あとは、先ほど言った、この重要事項の説明だ、契約書面に記名押印だ、あるいは事務所ごとに1名以上の経営管理士の設置だという話があるんですけども、これが現在は法律で規定されているわけじゃなくて、業界全体の、ルールとして決められているわけですね。ところが、もし仮にこれが法律的に義務付けられるということになってしまうと、話が変わって、これはいわゆる、国家試験になりうる可能性があるというわけです。もちろん、なると決まったわけじゃないので、その点は誤解のないようにしてください。ただ、そういった背景もありまして、やはり受験者数が急激に増えてきているということが言えるんじゃないかということです。そうなってきますと、将来的に仮に、国家試験になるようなことがあれば、もちろん試験の形式は大きく変わらないと思いますが、現在問題の数40問になってますけども、他の宅建士や、それから管理業務主任者、マンション管理士などという類似の資格を見てもらうと50問になってるし、また、当然のことながら、年々年々難易度っていうのは上がってくるわけですね。したがって、簡単な話、まだ合格しやすい、優しい今のうちに取得しとくことが、有益じゃないかということです。これはあくまでも、予想ですから、必ず、こうなると決まっているわけではないです。しかし、今後そうなる可能性が高まってきているということです。受験者数が急激に増えてきているっていうのは、そういう業界の背景があるんじゃないかということが推測できます。ということで、また最初のところに戻りますけども、将来法律に基づく公的な資格になる可能性があるということです。その背景があるので、今ご紹介したように、受験生が増えつつあるじゃないかということです。そこで、もしこの資格に興味を持っていただいて、自分も受験してみようかという方は、もちろんその試験対策っていうのが必要になってくるわけですね。そこで、当然のことながら、その試験対策として、いわゆるテキストにあたるもの、そしてあとは問題演習、これはこの資格試験に限ってるわけじゃないんですけども、そういったいわゆる情報を仕入れていくインプット、そして問題演習をしていくアウトプットと、これを行っていく必要があります。そこで、レクとしても、同様にそのものに対応する講座というのをご用意をしております。これは4番目のですね、下のところですね。一つはインプットとして、賃貸合格スタンダード講座、これはこの経営管理士に関係する、いわゆる、賃貸住宅管理業務に関係する、テキストというのがあるんですけども、そのテキストというのは、下に書いてあります。賃貸不動産管理の知識と実務で、公式テキスト、改訂の第3版と現在になっていますが、これを元にしたところから、問題が出てきているということが言えます。ただ、かなりのページ数がありますから、これを一人で、読んでいくっていうのもなかなか大変です。そこで、レックでは、その中から出題される可能性が高いという知識をピックアップして、皆さんにご紹介をしていきます。そして、さらに問題演習ですね。これはやっぱり過去問が重要です。で、これまで出題された過去2年分のうちから、やはり似たようなものが繰り返されているものもあります。ですので、それに関して、試験対策として、同様の問題が繰り返される可能性がありますので、そこを演習して対策をしていく。あとは、一番下の模擬試験ですね。自分の実力がどのぐらいついているのか、そして弱点としてどこがあるのか、それを見つけていただくということです。そして、あとは、
まあ、出題される内容ですね。こちらの3番目、まあ、どんな問題が出題されていくのか。まあ、大きく分けて法令型、登録制度型、そして賃貸管理業務、それから建築設備系とこう分かれてるんですね。で、具体的な科目として、まあ、法令系はやはり、民法、それから借地借家法、まあ、民法の中でも特に賃貸借契約ですね。ここからの出題が40問中10問ですから、まあ、非常に大きな比重を占めています。まあ、なお今ご紹介している出題数は2016年度ものを基準にしております。あとは個人情報保護法なども記載されていますね。まあ、数は少ないです。それから、あとは登録制度系、つまり先ほどご紹介した、例えば貸主さんから賃貸住宅の管理を受けようとする契約をしようとするときは、まあ、その前に重要事項の説明や書面の交付、あるいは契約締結した後に書面の交付、それには経営管理士の記名押印などが必要でしたね。まあ、そういったものに関係するものが、まあ、合計して9問となっています。まあ、これもやっぱり記載される比重が大きいですよね。そして、あとは賃貸管理業務系と書いてあります。で、これは例えば実際に貸主さんからすれば、まあ、借主さんが賃貸借契約を終了して出てっていく。で、次にやっぱり新しい借主さんを見つけて契約をしないと、まあ、賃料収入になりませんからね。まあ、そういうところから、まあ、実際に、その賃貸住宅の管理についての、まあ、具体的な事例というのも問われてくるんですね。あとは契約を終了して借主さんが出ていくときに、まあ、いわゆる当初貸し出した状態とは、その住宅の状態も違います。例えば、壁紙が汚れてるとかですね。あとは床が汚れてるとかですね。まあ、そういった問題があるんですが、その回復するための費用負担、これをどうするのかっていう問題も現実にあります。まあ、貸主さんが負担するのか、それとも借主さんが負担するのか、なんていうふうに、まあ、原状回復をめぐるなんていう問題も記載されてきてます。あとは税金に関係するものなどもあるんですね。そしてさらに建築設備系として、例えば換気設備に関するもの、あとは消防設備に関係するものなどというのが記載されてます。あとは建築基準法なども記載されております。まあ、これも、6問。こんなふうにして問題が構成されています。まあ、大きく異ならなければ、今年度も、この形で記載されるのではないかと思われます。まあ、そうすると受験対策としては、やっぱり問題の記載数が多い、こちらの法令型、登録型、登録制度型ですね。あとは賃貸管理業務系なんていうのがやっぱり柱として問題数多いので、まあ、ここの中でやはり記載されうるところをしっかりと学習しておく必要があるじゃないかということです。あとは下に具体的な、まあ、問題例がありますので、まあ、これは参考に見ていただきたいと思います。はい。今後ますます、その役割を期待されるこの経営管理士、皆さんもぜひ興味を持っていただいたのであれば、まあ、この資格試験にチャレンジしていただきたいと思います。また、先ほどご紹介したように、まあ、今後資格試験が、まあ、国家試験に変わるかどうかもちろん今の段階では分かりませんが、まあ、試験自体は、まあ、毎年難化していく、易しくなっていくっていうのはあまり聞いたことがありませんので、まあ、難化しないうちにしっかりと取得しておくと、まあ、将来的に非常に役に立つ可能性があるよということです。はい。それではですね、まあ、今回ご紹介した経営管理士、まあ、ぜひ興味を持って資格試験にチャレンジしてみてください。それでは2017年の賃貸不動産経営管理士、賃貸不動産経営管理士ってどんな資格ですかというガイダンス講義、これで終了いたします。